くさび型、またはシーソー型は、中心原子に対する4つの結合があり、全体として c に v 対称性を持つ分子の気化配置の一種である。シーソー系という名称は、遊び場のシーソーのように見えることから来ている。最も一般的には、中心原子への4つの結合は、四面体系、または、それほど多くはないが、平面四角形気化配置をもたらす。 シーソー型気化配置は、その名前の通りに、稀である。シーソー型気化配置は、分子が5の立体数を持ち、中心原子に4つの原子と1つの、非共有電子体が結合しているときに生じる。5つの原子と結合した原子は、味方量水型を取る。しかしこの場合は、原子の1つが非共有電子体に置き換わっている。原子と比較して、 非共有電子体は電子をより強く遠ざけるため、置き換わる原子は常にエクアトリアルくらいの原子である。くさび型気化配置を持つ分子は2種類の配位子を持ち、互いに180度の角度にある2つの配位子は、アキシアルイ配位子と呼ばれる。アキシアルイ以外の配位子は、アキシアルイ配位子と直行している。典型的には、アピカルイ配位子への結合調は、 エクアトリアルイハイイシへの結合長よりも長い。アキシアルイハイイシとエクアトリアルイハイイシとの間の角度は90度である。二つのエクアトリアルイハイイシ間の角度は120度である。くさび型分子は、味方量水系分子と同様に、ベリー議回転を起こす。したがった、SF4 の19回 NMR スペクトルは、室温付近では単一の共鳴シグナルからなる。 移動中の4つの原子は中心原子に関しててこの役割をする。例えば4復解王の4つのフッ素原子は硫黄原子の周りを回転する。シーソー型分子構造は以下の科学種で見られる。ありがとうございます。